ココチューブ。皆さんこんにちは、花城ココアです。今夜で、夜ご飯もねさっき食べたんですけど お腹空いちゃったのということで、今日は夜中に欲望のままにチーズラーメンを食べていきたいと思います。夜だからね、もうパジャマ。皆さんから韓国のねラーメン食べてくださいっていうお声をいただいてたんですけど、なんせ私辛いのが苦手で、韓国のね麺類って辛いものが多くて食べられなかったんですよ。だけど最近ね、このねチーズラーメンっていうのをね見つけてね、あーチーズも大好きだし食べられると思ってね買ってみました。夜中にラーメン、そして夜中にチーズ、もうたまらんですね。では早速作っていきたいと思います。ココチューブ。今日はね2袋食べていきたいと思います。なんか火薬みたいなやつと粉、仕上げのチーズが入ってます。まずね火薬入れるみたいなんで火薬入れてきます。この麺、私はね最近知ったんですけど、結構昔から有名なやつらしい。大のりみたいのとマカロニみたいのとベーコンみたいなのが入ってる。火にかけます。と言っても時短したいなと思ってね、ティファールでねお湯を温めてしまったんですけどね。火薬って言ってもなんか野菜が少なめな気がする。湯気でお肌ツルツルにならないかな。実はねこのラーメンをね食べようと思う前にね、すごいね韓国料理が食べたくなってたんですよ。実はチーズボールも頼んじゃってたなのでちょっと沸騰するまでこのチーズボールを食べたいと思います。もうお腹空いて我慢ができない。最近ねいろんなお店でチーズボール頼んでるんですけど、本当お店によって全然違いますよね。カリッとしてるお店もあればもちっとしてるお店もあるし、もう一個はチーズの粉をつけて食べます。うわーすごい真っ白。うん、濃厚。普段ね生理前がすっごいお腹空いてしょうがないんですよ。だけど今回生理前全然そんなに食欲なくて、あ今回はなんかいい感じって思ったの。でもね生理が来たら食欲旺盛今まさにそう、いっぱいつけちゃおう。もちもちや。お、つまみ食いをしてる間に沸騰してきました。麺入れます。うー、ご対面で、この粉も入れます。あーすごい、ラーメンではね見たことないぐらいにねオレンジ色の粉です。麺も心なしか黄色っぽい。辛いのがね苦手だから、なんだかんだ韓国の麺とかって食べるの初ぐらいのレベルかもしれない。これ沸騰してるのかな。待って、ガスがないみたい。ガス変えてきます。ふぅ、結局ねこのねカセットのガスがなかったからキッチンで温めてきました。でこれにねトッピングをしていきたい。卵とあとソーセージ、えいで最後にこのチーズを入れます。うん、いかにもさこうやって切れますよみたいなマーカーのに切れた試しないんだけど、ハサミで切ります。2日目のシチューがね固まっちゃったみたいな感じ。できました、リアルチーズラーメンでーす。じゃあちょっとこのチーズを混ぜて、それではいただきます。ココチューブと混ぜて、おー、もうね匂いもねすごいチーズの匂い、当たり前なんだけどなんかカルボナーラみたいな匂いする。なんかお菓子のチーズみたいな味、カールみたいな味がする。さっぱりしたカルボナーラみたいな感じ。あ、おいしい。麺がツルツルでちょっとね糸こんにゃくみたいな感じ。日本にはない食感この麺。お菓子感覚でめちゃくちゃ美味しい。麺がすごいいい感じ。なんでこんなツルツルしてんだろう。すごい好きな味。
やる気がある時に自分でコンポタージュとか作るんですけど、その時に隠し味でチーズを入れるんですよ。で、そのパルメザンチーズをたくさん入れすぎちゃった時のコンポタージュの味がする。ゆで卵、チーズにまとわせたゆで卵、うん、卵とチーズでカルボナーラ。シャウエッセン、シャウエッセン大好きなんですよね。今回さ、夜中っていうこともさあってビビってさ2袋にしたけど、2袋じゃ足りないねこれもっと作ればよかった。釜玉うどんみたい、卵でコーティングしましたみたいな色、チーズなんだけど、ご飯っていうかね、おやつにぴったりな味。なんかね、スナック菓子とかでね、こういう味あるよっていう感じのチーズなの。スナック菓子のチーズ味とかが嫌いな人はもしかしたらこれ苦手かもしれない。ちょっと甘めのチーズっていう感じ。ラーメンとパスタの間みたいですね。ラーメンって基本スープって呼ぶけど、これはね、ラーメンのソースっていう感じ。スープじゃないね、ラーメンソースだね。そこまでないけど、塩気が強いから塩気でちょっと辛いって感じ。あー幸せ。韓国料理ね、食べたいのにね、辛いの苦手だと食べられないけどね、こういうラーメンがあってほんとありがたい。火薬もね、一応ブロッコリーとかベーコンっぽいものあるんだけど、あんまりね感じないな。量ねつけてるなっていう程度。あーもうない、2袋はやっぱり一瞬だったな。ゆで卵とこのねソースがね、ほんと相性抜群だから、食べるときはね、ぜひゆで卵もねトッピングしてほしい。うん、火薬にマカロニ入ってるのめっちゃ謎なんだけど、麺とね同じ素材、ツルツルしてる。でね、実はね、ささみのフライもあるの。これね、これつけたら絶対美味しいよね。つけてみよう。うわー、うわー、カロリーの暴力。うん、めちゃくちゃ美味しい。この残ったソースもったいないもんね。いつもね、私は普通の人より食欲あるんだけど、本当に生理前と生理中はなんか食に侵されてる感じ。もうね、ずっと食べ物のことしか考えられないの。もう今やばい。なんでこんなにお腹が空くんだろう。自分でも不思議。なんかネットニュースで見たんですけど、罪悪感を感じながら食べると太るんだって。だからね、その記事を見てからね、罪悪感を感じないでもう好きなだけ食べようって思ったの。でもね、そしたらね、こんなに太ったネットニュース嘘ばっか罪悪感ありながら食べても、罪悪感なく食べても、太るもんは太るのよ。でもさ、だったらさ、罪悪感なく食べた方がよくない？どうせどっちにしろ太るんだったらね。なんかまだソース残っててもったいないですよね。ひらめいた。ちょっと待ってて。じゃあ見て見て、一見ね変わってないんだけど、リゾットにしてきました。美味しそうでしょ。ただね、今日の夜ご飯に余ったご飯をねちょっと入れただけこれ作る時にね、私ちょっとまひってて、これにねさらにチーズかけようとしてた元からチーズだから、その必要ないのに。チーズは入れてない、そのままねご飯入れただけです。どうでしょう。うん、美味しい。全然ね、悪い意味じゃないけどね、いい意味でね、チープな味がするの。今の私には美味しい。ちょっとね、締めにしては味が濃い。リゾットにして食べたら、ようやくね、火薬の良さが出てきた。ブロッコリーの味がして美味しい。全然関係ないんですけど、今使ってるこれ、無印のやつで、以前紹介したやつなんですけど、これすごい、こういう時さ、こうやって綺麗に取れるの、やばくない？フライパンを傷つけずね、こうやってね、綺麗に取れるの。これね、すごいおすすめ。舐めたように綺麗。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。ココチューブだぴょん。はい、ということで今日はリアルチーズラーメンを夜中に食べてみました。すっごい濃厚で美味しかったです。最後にね、私リゾットを雑炊にしたんですけど、雑炊にするに
にはちょっとしょっぱかったかなっていう感じです。ラーメン自体の麺もねすごいツルツルしてて、日本のインスタントラーメンではあんまり食べたことのない味わいで美味しかったです。ぜひね、まだ食べたことない方、リアルチーズラーメン食べてみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城かかあでした。バイバーイ。あーでもやっぱり夜中に食べるのは良くないな。皆さん真似しないでね。でも美味しいよ。